はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてます。レンズはライカのバルナックライカ用のレンズですね。こちらは？エルマー 50mm の f3.5 スクリューマウントの振動タイプというですね。定番中の定番レンズとなっておりますね。はい、でもっ、ね、て、今回はこの被写界、深度メモリが赤い刻印で。 ご覧の通り描かれております通称赤エルマと言われるポピュラーなモデルになってますねでもってその中でもこの真ん中の指標がですねこのひし形で描かれております通称ダイヤマークと言われる非常に希少なモデルとなっております赤エルマダイヤマークと呼ばれている、はい、モデルとなっておりますね、はい、ご覧の通りのスクリーンマウント ですねはい、こういったバルナックライカにご使用いただけるマウントとなっているんですけれども、はい、こんな感じですけれどもこういった LM アダプターですねをご使用いただけましたらライカの M 型ボディーですね。M M のような フィルムカメラからこういった M 型のデジタルカメラ現役の m q M10 のようなデジタルカメラにもご使用いただけるマウントになっておりますねまた別のマウントアダプターをご使用いただけましたらソニーの α7 シリーズとかニコの Z6 シリーズのようなミラーレス一眼にもご使用いただけるレンズとなっておりますシリアルがですね今回は、えー ちょっと小さくて見にくいんですけれども1048165ですのでえー、とですね1953年ですねのドイツ製エルマー5 0ミリ通称赤エルマーということになっておりますね、はい、では外観から見ていきたいと思いますご覧の通りですね全体的に クロームですねシルバークロームの、えー、仕上げがされておりますけれども、えー、目につくすれ当たりへこみとか落下して歪んでしまったりとかいうような歌詞は見られないですねマウント部分も摩耗などなく非常に綺麗な状態です、はい、このバレルの部分もピカピカの状態ですね、はい、レンズももちろん非常に綺麗でご覧のとおり前玉後玉 共に目立つすれ傷ひっかき傷コーティングの剥離摩耗などなく非常に綺麗な状態ですねこの通称赤エルマはですねこの前玉のコーティングが非常に美しいことでも有名ですねこのブルーちょっとブルーのですねコーティングがかかっているんですねでもって中玉にもですね曇りとかカビバルサム切れ などは見られない。大変綺麗な状態をキープしておりますね。こうライトで透かしてみるとですね。前玉に多少のスレが見られる程度ですね。はい。ご覧いただいている通りです。はい。この絞りの動きもはい。滑らかに動いてますね。油ののりとか、えー、絞り羽根の。 スレサビ汚れなども見られずに非常に綺麗な状態ですねしっかりと滑らかに動いておりますこの振動もスムーズにしてますねこのロックもしっかりと効いてますのでこうグラグラ動いたりもしませんねはいピントのヘリコイドも滑らかに可動域いっぱいまでスムーズにご覧のとおり動いておりますグリス切れのスカスカ動いちゃったりとかえー このグリスが固着して動きムラがあったりなどもしないですね。無限ロックもしっかりと効いております。はい。ご覧の通りですね。付属品がこちらの前後キャップになっております。はい。はい。ご覧の通りですね。非常にオールドレンズとしては。 綺麗な状態をキープしておりますので撮影して画質に影響が出るような歌詞は全くないと思っていただいて大丈夫です、はい、もちろんこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の赤ヘルマー 50mm ですけれども念のため性長くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合は当店で格安で行わせていただきますので、えー、その場合はですねオプションからお選びいただけましたら 整備後のお届けを実施させていただきますので是非ご利用いただければと思います、はい、ということでご覧のライツエルマー 50mmF3.5 スクリューマウント人道タイプですね通称赤エルマーのダイヤマークとなっておりますなかなか中古市場でも、えー、出回らない貴重なモデルとなっておりますので是非お早めにチェックしていただけましたらと思います以上です